VLP リフィンランド航空博物館のピリ 2VLP リはフィンランド空軍で使用されたフィンランド国営航空機工場で製造された木材、鉱材、ハフ、ジュラルミンの混合構造の低翼単葉2座の戦闘練習機である。ピリは1939年から1962年にかけて使用された。ピリはフィンランド語で降雪の意。 フィンランド空軍は1937年に試作機を1機発注し、これは VLPDI と呼ばれ、識別番号 PY-1 が付けられた。主設計者は、アルボウリネンで設計チームのメンバーは、マルティバイニオ、トルスティベッコーラとエドワルド・ウェゲリウスであった。ピリの初飛行は1939年3月29日に、工場のテストパイロットのヨルマビサパー商尉の操縦で、 行われたフィンランド空軍は5月に40機を発注し、生産は迅速に進み1941年春には準備が整った。これらの機体は原型に紹介量が加えられており、VLP リ2と名付けられ、識別番号 PY-2 から PY-41 が付けられた。ピリは非常に小型の機体で、資材不足のフィンランドの国上から基金。 混合構造で胴体は布張り、ほぼ楕円翼の主翼は木製であった。主脚は固定式でフィンランド空軍で運用された他の機体同様、陶機にはスキーが装着された。失速特性改善のため、数種の別形式の主翼が製作されてテストされたが、結果は芳しくなく、テスト機は通常主翼に戻された。あと、やはり失速特性改善のために、 元々の主力先端の前園にスロットが設けられ、また機種をわずかに延長する改修が行われた。1941年にピリが最初に配備されたのはカウハバの空軍学校の部隊だった。ピリは20年間にわたって操縦士たちの訓練に使用され、フィンランドの航空機製造で最も成功した一機であった。約七百名の操縦士たちがピリで訓練を受け、 その飛行時間は、総計5万6000時間以上にも及んだ。ピリの最初の事故は1943年3月に、エリッキ・オラビエーンルート・少佐が飛行中に荷重をかけすぎた時に、発生、エーンルート・少佐はこの事故で死亡した。エーンルート・少佐は、フィンランドに到着したばかりのメッサー・シュミット BF-109、G 型で新編成された第34戦隊の、 指揮官となるはずだったが、代わってこの人には、A のアンテロルカネム少佐がついた。ピリの最後の飛行は1962年9月7日に、ハルマラで行われ、ベイッコヒエタミエス大尉が、PY-1 を、ケイオ・エリオ少佐が、PY-27 を操縦した。現在、ピリ2がバンターの航空博物館に展示されており、原型ピリアイモティッカコス機能。 中央航空博物館に保管されていると言われる。フィンランド語の Y は、下の位置を、I、唇の形を U にして発音する独特のもので、より発音に近くカタカナ表記しようとすれば、ピュリュ、プエレーあたりに近い。ありがとうございます。